全国の中学生の皆さん、こんばんは。えターニャンの、日本、せっか、ターニャンの地理の,の授業、1回目はスタートします。えー、実は1回目と言いながら何回か撮影していて、えー、まあカメラの調子が悪かったり、うーん、音がうまく取れなかったり、ということで何回かやってます。えー、コロナウイルスでね、ずっとこう休校が続いてるっていうことで、 本当はね、勉強しなきゃいけないと思うんだけども、なかなかこう自分で勉強しようと思ってもうまくいかないと思うので、心配なので、YouTube でちょっとだけ授業をします。参考にしてみてください。では、早速いきます。えー、私がやるのはですね、北海道札幌市の中学校の教科書、教育出版の地理を ちょっと参考にやっていきますから、皆さんは自分の教科書や資料集、そういったものも使いながら勉強していくといいんじゃないでしょうか。えー、なかなか聞き苦しいとこもあると思いますが、ボランティアです。お金一切取ってませんから、そこはちょっと許してください。では、早速いきます、えー。今日やるのはね、私たちの地球と世界の地域構成っていう教科書で言うと、 うーんと12ページから13ページまでの内容になっています。小学校でやった内容だから覚えてなきゃダメなんです。いいですかえここのポイントになるのはまず世界の様子を大きく捉えるところになります。え大陸の名前とそれから海の名前をまず覚えちゃいましょう。大陸は全部でいくつあるはい。6大陸6つあります。それから 海。名前が付いてる海はたくさんあるけれども、まあ、ここでしっかり覚えておくべきところは、なんとか用ってつくやつです。人と用。大泉洋あと何はい。そんな突っ込みはいらないですね。ということで、確認していきますよ。では、大陸。6つの大陸。大きい色から順番に行きましょう。はい。ユーラシア大陸です。ユーラシア大陸。 そして、その隣、これが次に大きいですね。アメリカ、アフリカ大陸があります。そして、今度こっちの方に行きますよ。北アメリカ大陸。わかりやすいね。そして、南側、南アメリカ大陸です。アメリカじゃないんだけどもね。南アメリカ大陸っていう風に言います。そして、5番目に大きい大陸は、なんとね、南極大陸なんです。そして、最後はオーストラリア大陸で、 オーストラリアは、えー、世界で一番大きい島ともね、えー、言われますから、大陸でもあ島でもちょっとずるいですけどね。はい。これは6つの大陸です。で、海は太平洋。そしてこの、まあ、日本を中心にするとね、両端になるんだけども、大西洋。そして、インドの南のインド洋という風になってるよ。で、太平洋漢字ね、点が、 つくから間違えないことこれ、間違えちゃった。こっちも太平洋って書いたんだけど、まあ、大西洋、西です。はい、いいですか。まあ、これぐらいはね、まず覚えておきましょう。で、えー、海と陸の割合なんだけど、3対7で海の方が広い。まあ、この3対7っていう数字も覚えておくといいと思います。ちなみに3が陸ですか、海ですか。はい、陸ですね。7が海です。 はい。ということで、大陸と海洋についての確認をしました。州っていう言い方があるんですね。州っていう何だろう。ね、大陸と何が違うかっていうところなんだけども、まあ、大陸はまあ言ってみれば、陸地の問題です、ね。陸です。州っていうのは生活とか文化とか人とかのある程度のまとまりになりますから、ユーラシア大陸の中にも、ね、こっちの方で生活してる人とこの辺で、 生活してる人でだいぶ違うわけでしょう。まあそういう意味です。で、まあイギリスとかフランスとかイタリアとかこっちのある方がヨーロッパ州。そして日本とか中国とか東南アジアとかこっちの方がアジア州と言います。ね、あと、このオーストラリアとその周りの島々たくさんあるんですね。ニュージーランドとかミクロネシアとかポリネシアとかメラネシアとか ねえー、この辺りをまとめて、オセアニア州っていう言い方します。ね、なので、えーまあ、その他はね、北アメリカ州とか南アメリカ州とか大陸と一緒なので、まあ、うん、そうですね、みんなは、まあ、大陸の名前を覚えたら、ユーラシア大陸はアジア州とヨーロッパ州、そしてこの辺にはオセアニア州っていうんだよということを覚えとけばいいと思います。さて、 世界のだいたい陸が分かったところで、えー、国々についてなんですが、まあ、いくつぐらいの国があるか。これね、はっきりしないんですよ。まあ、ざっと言うと、日本政府が承認認めてる国は196カ国ある。で、国連に加盟してる国は193カ国ある。って考えたら、196か193期から3カ国加盟してないんだなって思うでしょところがね、違うんですよ。 日本が承認認めてる国が196カ国。日本認めてない国っていうのは、例えば北朝鮮。ね。でも北朝鮮は国連に加盟してるんです。その他台湾とかね。まあ歴史上こう国として日本が認めてない国とか、世界が認めてない国とか、逆に認めてる国とかがあるので、この辺はちょっとこう曖昧な感じになってきます。 はっきりしてるのは日本が認めてる国は196カ国。国連に加盟してる国は193カ国っていうことになります。承認って何って話になるよね。例えばさ、ここでターニャンが国を作ります。誰か認めてくれますかね、アメリカのトランプさんが認めてくれるかもしれません。お、いいね。じゃあアメリカではここターニャン王国っていう一つの国ができる。でも日本は認めないでしょそんな勝手にね。 この町に国を作っちゃいけない。なんてことが起こるんですね。なので世界には、えー、国によって国の数え方が実は違うってことがあります。この辺家庭学習でまとめとくと、お君やるねっていうことになるかもしれないので、やっておくといいと思います。さあ、えー、ここからもまた知識の連続になりますが、この辺行きますか。はい、えー。大きな国。大きな国。土地がね、 広い国は、ロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブラジルの順番です。ちょっと前までね、ロカ中油、中国の方が多かったので、なんかアメリカの方が広くなりました。中国が減ったのか。ちょっとこの辺は、ね、えー、もうちょっと調べてみたらいいかなと思うので、後で調べてみましょう。ロカ中ラ ロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブラジル。まあ何でもいいんですけどね。この上位5つは覚えとくといいと思います。小さい国。えー、バチカンとかモナコとかナウルとかツバルとかっていう国がすごくちっちゃいんだけど、バチカンはね、覚えときましょう。一番ちっちゃいですから。もう資料集や地図書理大体出てますね。どれぐらい小さいかっていうと、あんまり行ったことのね、実感はかないんだけど、ディズニーランドぐらいの広さだそうです。 C は入るか入らないか。わからないね。まあ、それぐらいちっちゃいって、歩いて回れるぐらいちっちゃいってことです。バチカンです。さあ、次ね、最後。あ、最後じゃない。まだこんだけある。えー、人口の多い国。まあ、皆さん知ってますね、えー。中国13億人。インド12億人。なんです。インドがね、どんどん人増えてるので、やがてインドが1位になるようです。まあ、皆さん、インド人とね、仲良くしておきました。 それからね、もうちょっと内容でいくと、国の名前や国旗もね、最初こう、地理の最初には出てくるんだけど、まあ、よく見るのはね、エクアドルです。スペイン語で赤道っていう。みんなエクアドルなんてあんま知らないでしょ。でもね、中学校の地理ではね、常識中の常識です。覚えといてください。で、ここでね、赤道って皆さん知ってますか ね、0度の線ですね。北斐0度、南位0度の0度の線なんだけど、中学校のね、えー、地理やってると、赤道ってどこって聞かれます。もしくは赤道をかけなんて問題出るハイレベルな学校があるかもしれません。じゃ赤道ね、皆さん、今から言うポイント覚えといてね。まず、アフリカの、ここをなってる、こう引っ込んでる、こ、ここのあたりでしょこのあたり、ね。なんかう引っかかりそうでしょこの辺。それから、 マレー半島の先、シンガポール。シンガポールの先の、ころ、そして、ずーっと行くと、このアマゾンの、このブラジルのちょっとこう引っ込んでる、このくぼんでるあたり。この辺の点を、ピューって結んだら、この辺赤道になります。はい。で、ちょうどこの、ここ、南アメリカのここにエクアドルっていう国があるから、赤道を引くことと、エクアドルの場所を覚えとけば、 ね、なかなかできる中学生かなと思います、えー。あとはね、アメリカ合衆国。これ、アメリカっていう、なんでアメリカっていうかわかる国の名前。ちょっとカンニングするよ。えっ、ー、とね、えー、アメリコ、アメリコベスプッチっていう人が見つけた見つけたの探検家アメリコベスプッチ この辺ちょっと自分で調べてくださいスウェーデンっていうのは滑り族。ダジャレ言ってるわけじゃないと思うんね。もちろんね。滑り族の国ってスウェーデン。オランダはね、ネーデルランド、低い土地っていう意味から来ているそうです。まあでも、エクアドルをまず覚えておきましょう。最後、EU、ヨーロッパ連合、聞いたことありますかえー、まあ、でもきっと出てくると思うんだけど、まあ、 中国にしてもアメリカにしても、まず土地が広いでしょ。そして人もいっぱいいるでしょ。それとも経済強いよね。ヨーロッパ、一つ一つの国は先進国と言われてるけど、土地が狭い、人も少ない。まとまった方がいいじゃない。で、行き来しようよ、もっともっと。ということで、パスポートなしで行き来できるようにして、経済の結びつきをこう強くしようというふうにしたのが EU、ヨーロッパ連合っていう。でも、 まあ友達とかでもそうだよね。なんかこう何人かで協力しようって言ってもさ、一生懸命すごいこう人とさ、俺ばっかりみんなのために頑張ってお前何も、ちょっとなんかずるくないみたいな話ってどうしても出てくるでしょうん。まあそれね、まあ得意不得意もあるから仕方ないんだけど、ヨーロッパもそういうことある。で、イギリスがもう俺や、抜けるわ、っていう話が最近あったんだね。 まあでも、このコロナウイルス騒ぎで、それもその後と話どうなったのかなっていうところがよくわからないまま、え、ジョンソン首相も入院したりね、まあ退院したんだけども、いうこともあるから、まあこの後の EU は目が離せないのかなと。で、ま共通のお金、ユーロなんていうのも使ってます。さあ、え、教科書で言うとね、今日は17ページまでの内容を確認したので、皆さん、ちょっと家庭学習してください。 続き、引きなければ、チャンネル登録。じゃあねー。